タンダムに学ぶ経営学、星さん。N10 年くらい経ってだいぶガノタたちやメディアミックスとかによってこなれてきた。宇宙世紀ガンダムにおけるファーストガンダムを経営学の視点からで俯瞰する作品。主になぜジオン軍は前半イケイケだったのかとか、地球連邦はどうやって逆転したのかという部分をくっそ面白おかしく経営学に絡めて解説してある作品。何がくっそ面白いのかというと、ジオンは典型的なベンチャー企業であったがゆえに、イノベーションに成功して前半は勝ち続けていたが、ワンマン経営ゆえに、内部対立を起こして戦争ではなく派閥争いを始めた。一方連邦軍は、典型的な大企業、官僚国家であり、ことなかれ主義のコンサバを意思決定を牛耳っていたので、前半は負けていたが、現場に優秀な人材がいたのと、自己資金率がジオン広告の30倍あったので、札束で殴って勝ったという元も子もない話がくっそ面白い。とりわけ壺の人であるマクベが実はジオンのモビルスーツの企画共有化を進めた立役者であったとか、普通にマクベの評価が上がる。ファーストガンダムとかなんとなく見た世代からしたら、裏側でこうなっていたんだというのを、ここまでファンは膨らませましたよ、という部分にホイッとなるし普通に面白い。ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よろしくお願いします。